再来週の日曜日に、はい、なんか日テレ系で歌の審査をやってほしいっていうので今ちょっと若い子の歌を聴いてるんですよ、生き物がかりとか。だからもう全然余裕ですね、頭の中は。またちょっとじゃあクイズにちゃんと気持ちがいけますね。いけると思います。それでは期間限定でタイトルがついてるこちらのコーナー参りましょう、はい、打倒ペケポン四天王恐怖の脳トレ。アコさんのペケポンの出演が迫っております、はい、もう4月ですから来月ですね、はい。いつもペケポン出演の時に緊張のあまりなかなか思うような結果が出せないアコさん、はい。過去のペケポンの川柳の問題から、予習をしてもらっております、はい。ペケポンの過去の問題皆さんに送ってもらっておりますので、はい、今日も川柳解いてみてください、はい、皆さんもご一緒にご一緒にどうぞ、はい。この川柳は、はい、お墓参りに行った時の川柳です。はい、願いが叶ったという一句を聞いてください。お墓参りで願いが叶うんですか。ごめんなさい、お参りに行った時です。ごめんなさい、もうね、いつも問題でさ、問題でつまずくのやめなさい。そういうトラブルこそ本番のペケポンに対して大事なことなんですよ。いつもと違う感じがね、大事なんです。お参りとお墓参りは違うでしょ。お墓参りで願いなんか叶ったらおかしいでしょ。そうですね、お参りです。するんだから。お参りに行った時に願いが叶ったという一句です、はい。参ります。はい、お賽銭、うん、お札入れぬがほにゃららら。お札入れぬが願いが叶った。はい。お札を入れなかったということは小銭を入れたということです。そうですね、小銭ってことはコイン。札を入れぬが濃い。アコさんの今の考え方、アプローチとしては非常に正しいですね。小銭を違う言い方で考えてみましょう。コインって言うでしょ。コインだったり、うん、小銭、コイン、効果、効果あり。素晴らしい、はい、問題のアプローチがこんなにトラブっても見事一発正解です。しろこいつを。本当にお墓参りとお参りと間違って願いが叶うなんて。すいませんでした。私あんまりお墓参りもほら大阪だからさ、はい、おかんの母親の、はい、あんまりおかんに、まあ、願い事するけど、はい、見守ってってやるか、そんなにないからね。もうメールにもちゃんとお参りって書いてありました。せやろ、私単純な読み間違いです。なんでそういう遅いに読むかね。 それの方が不思議。ものすごい追求したい。書いてあるものをなんで、すごい今日の顔するんですか。これ桜も咲きますよこれじゃ。すぐ散らしたいか。やめてください。もう続いてのもう一個問題いきましょう、はい。この一句は、はい、年齢を重ねた年を取った夫婦の生活習慣を読んだ一句です。間違いないです。まさかです。間違いないですか。年、はい、を取った夫婦の生活習慣を読んだ一句です、はい。夫婦のね、はい、はい。二人して、うん、食後のお薬ほにゃららら。生活習慣、食後の薬、はい、飲み忘れとかそういうこと。あ、生活習慣という言葉にアコさんが今引っかかりましたね、うん。まさにこう癖になってるってことだから、はい、毎日やることとか習慣になっているということ、うん。そしてもう一つのヒント、年を取った夫婦というのもヒントです、うん。で、もう一回問題言ってください。二人して、うん、食後のお薬ほにゃららら。食後のお薬、二人してはあんま関係ないな。正解。やっぱり食後のお薬だな。食前に。なんかないか。ちょっとヒント。ヒント。年を取ることをオイルね、オイルとか別の言葉に吹ける、吹ける、年を取るオイル、吹ける、オイル、もうちょっと固い言葉に変えてみましょう。あ、そう、オイル、吹ける、新聞などの用語に近いものですね。老後とか老人、老後や老人や、うん、そういったことを、うん、年を、食後のお薬、食後のお薬が習慣になっています。飲むのがね、はい。そしてその二人は忘
忘れちゃうんでしょ。忘れ、いや忘れるとまでは言ってません。あ、そう、はい、習慣になっているということです。ことを、老後じゃない、年を取った二人の習慣、それが同じ言葉になりますね。一つの言葉で二つの意味を表すことになります。もうちょっとヒントください。よく、まあ、新聞などで、はい、年齢を重ねた世代の熟年ということですね。熟年という言い方をしたり、はい、ほにゃらら社会と言ったりしますね。老人社会、そんなことないよね。老人社会、うん、いや、もっと違う言い方になります。それは、あ、ちょっとつまずいちゃってん ね。かなりアプローチとしては正しいですけどね。年を取ることの違う言い方、新聞紙上などではそれをほにゃらら、新聞紙上、新聞という言葉には引っかからないほうがいい。なんか新聞、ニュース、ニュースペーパーじゃない、ニュースペーパー。あ、これ僕のヒントだったんですね。答えは、はい、二人して、はい、食後のお薬、はい、高齢化。あー、なるほど、なるほど、そういう意味のね。そうなんです、ね、あー、いつも通りのことを、はい、はいはいはい、という高齢になってのと年がいってるってこと、二つの意味は